玄華霊はアメリカ合衆国の小説家。代表作に小説、不創、収集の季節、金猟十三冠座し。中国系アメリカ人。1958年、上海市に生まれる。祖父の玄音春はアモイ大学の教師であった。父の玄厚氏は作家。両親が離婚し、彼女と弟は安記省に住んでいた。 1970年、彼女は生徒文句に入り、赤色バレエの文芸兵となる。1978年、諸女作、両角期と僕活杯の対話は文学館ものに掲載された。その後、路人文学院で学んだ後、米国コロンビア大学で造形を深める。1979年、20歳の時に中越戦争にて戦地記者を務める。 1980年、最初の映画脚本、神玄を発表する。1981年、上海映画が、神玄を映画化する。この時の主演は、ママ母のユダイラだった。1983年、鉄道兵政治部担任創作員となり、職業作家となる。しかし、同年10月に、鉄道兵部隊は廃止され、鉄道部に統合される。 現下令は13年にわたる軍での生活を終える。1986年、上海の著名な映画監督李ヒ氏の息子の李克一と出会う。家庭環境が似ており、また李克一も、かつて鉄道兵政治部創作員であったことから、意気投合し、結婚する。1988年、アメリカ合衆国に渡った、路人文学院創作研究生パンに参加する。 1989年、理科ツいアオーストラリアへ、現下令は再度米国へ渡った。結婚は名目だけのものとなり、離婚につながった。祖父の玄ハ春は16歳で大学を、卒業20歳で米国留学をし、25歳で博士の学位を取得、帰国後はアモイ大学教師、トーマス・ハーディダーバビル家のテスを翻訳。1937年南京にて自殺。 父親の玄厚氏は作家。妻であるユダイラが主演することを望んで書いた脚本、鉄理科を後に玄華霊が長編小説にした。玄華霊の母カリンは映画俳優であり、作家であった。数を数目を設けるが、玄華霊が18歳の時に両親が離婚。弟のイカウタダイラも作家。ママ母のユダイラは映画俳優だった。 1986年には、作家のリカツイと結婚。1989年に離婚する。1992年、米国外交官のローレンス・ウォーカーと再婚。ありがとうございます。